赤坂コーチングの西村です。本日はこちらの本のご紹介です。じゃん、私と仲良しです。ナンシー・カールソンっていう方の絵本です。結構売れてる本で、英語を翻訳したものです。 I like me です。前にも私この本ご紹介したことあるんですよね。今回私のクライアントさんに差し上げるために再びちょっと購入してみました。なんかこんな感じの絵で可愛らしいんです。自分を好きになるには根拠いらないっていうのをちょっと知っていただきたいなってことでご紹介します。私この本を知ったのはポスチャーウォーキングっていうウォーキングレッスン習いに行った時にキミコ先生から教えていただいたんですね。なんかキミコ先生、結婚して子供生まれてもなんか私幸せじゃないとかって感じる時があって、この本に救われたとかおっしゃってて、おっきいお腹もくるくる尻尾もちっちゃい足も大好きみたいな感じで、根拠なくていいんだって、私が私を好きでいればいいっていうのをじわっと感じさせてくれるいい本です。中身全部紹介するとちょっと著作権が問題出てくるので、皆さん買ってください。英語版安いです。今回私英語版も日本語版も見たんですけど、だいぶなんかちょっとニュアンス違う部分あるんですね。でもいい役だと思います。まず人を愛したり、つまり好きになったりですね、とかなんか人といい関係築こうと思ったら、まず私と仲良くなりましょうって、そんな本だと思いますので、またぜひ皆様も気になったらチェックしてみてください。